正当的周辺参加は何らかの実践共同体内し、コラボレーション企画において、新規の参入者が経験あるメンバーとなり、最終的には、古参となる過程を捉えた表現で、ジーン・レーブとエティエンヌ・エンガーによって提唱された概念である。LPP は、学習を文脈的社会現象と捉え、共同体実践を通して獲得されるものとする。LPP によれば、 新規参入者は、はじめは簡単で、リスクの低いものの共同体にとって生産的で、さらに先の目的にとって必要となる作業に参加することで、その共同体の一員となる。新参者は、周辺的な活動を通して、求められる作業や言葉遣い、共同体の実践者たちの組織原理に通じていく。新規参入者たちは、徐々に、古参者になってゆき、 一人前の熟練の水準を獲得していくが、彼らの参加は共同体の機能のより中心的な部分へと近づいていく。LPP によれば、実践共同体のメンバーシップは、新規参入者が物理的にも社会的にもアクセスできる参加可能な形態によって媒介される。子産と新産の間のメンター、メンティー関係において、 古参は正当性を診断に与える権限も持っているが、他方では共同体における様々な実践や経験への診断によるアクセスの水準を制御することもできる。もし新規参入者たちが熟練した専門家たちの実践を直接見分することができれば、自分たちが行っている努力が位置づけられるより広い文脈を理解することであろう。これとは逆に LPP は、 専門家たちから隔離された新規参入者たちは、用いることができる道具や共同体が限られており、成長にも制約が生じるとする。参加の水準が高まるにつれ、参加者は、その努力によってどれほどの貢献ができるのかを評価する、局面に直面し、正当的周辺参加が自己評価の手段となる。LPP は、形式が整った正式な組織や、 実践の内容が厳密に定義できるような職業などのメンバーシップの描写にだけに用いられるわけではない。例えば、王、ドノバンカークは、スポーツへの若者の参加は、体育教育に関わる実践共同体と比較できると論じた。ウェンガーは、後の議論では正当的周辺参加の概念を捨て、代わりに二重性の概念を導入したが、 その後も政党的周辺参加という用語は状況学習との関係で広く用いられ続けている。ありがとうございます。